どうも、フレです。今回はですね、昨日18日に発表されましたけども、川崎フロンターレの新キャプテン、そして副キャプテンが発表されましたので、ね、はい、そちらの方、見ていきたいと思います。はい。ということで、まあ、まずは、2023年シーズンのキャプテン。はい。キャプテンはですね、立花田健人選手。はい、ということで、まあちょっとね、まあ予想皆さんねされてたと思いますし、僕もね少しある程度ね予想はしましたが、まさか立花選手になるとは思ってなかったです。はい、大方の予想をねまあ裏切る形になったんじゃないかなと思いますが、いい意味でね、いい意味で裏切る形になったと思いますけども、はい、まあまさかの立花健人選手、うん、まあこれでまあそう簡単には海外には行かないんじゃないかなっていう、まあ関係ないですけど、まあなんだろう、フロンターレを応援する身としては少しね、はい、そんな感じに、はい、思ってしまいましたが、はい、まあでもいずれにしてもね、ほんと今年で3シーズン目ですかね。はい、まあ非常にね期待される選手ですし、まあ谷口選手がチームを離れた今、まあ、誰になるかっていうのは、うん、予想はしてましたけども、まあ大幅に若返った形となりました。はい、まあ立花選手にはね今シーズン1年間まずはねチームを引っ張っていってもらって、王座奪還に向けて頑張っていってほしいなと思います。はい、ということで新キャプテンは立花健人選手でした。はい、ということで、まあそれと同時にね副キャプテンも発表されていましたが、副キャプテンはですね上里恭平選手、そしてジェジェ選手で脇坂康人選手という3選手となりました。はい、まあそれぞれコメント出されてましたけども、みんなね健人を支えつつっていうことをね話されていた通り、立花選手よりも、年上の選手になりますので、ね、はい、本当チーム全員で立花選手を助けつつ、立花選手はチームをね、引っ張って、まあどんな形、まあおそらく背中で見せるタイプだとは思いますけども、はい、まあ本当にチーム一丸となってね立花選手と共に、はい、戦っていってほしいなと思います。はい、ということで、まあ新生フロンターレここで、完全に立ち上がりましたけども、はい、まあこれからキャンプを経て、シーズンに入っていきますけども、まあなんとかね、うん、昨シーズンの悔しい思いを晴らして今シーズンタイトル獲得できるように僕らも応援していきましょう。はい、ということで今回は以上になります。はい、最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画もよろしくお願いします。それではありがとうございました。